えー、お疲れ様です。雑談のコーナーでございます。えー、今回はね、FOMC の発表で0.5の利下げをアメリカがするんだよってことを、えー、この中でね、言われていたんですけども、その後ですね、パウエルさんが今度ね、別のことを言い出したんですよ。はい、そのニュースが3時55分に入ってます。で、それによって、この赤いね、陽線っていう現象が起きてるんですよ。だって、 アメリカが利下げするわけですから、基本的には、円高のほうにぐーっといくのは納得できるでしょう、でも次の瞬間、会議が終わった後にパウエルさんね、うん、いや、でもねっていうことで、別のことを話されてるんで、こっち側に行ったんですよね、ちょっと勘弁してようって話ですよね、混乱を見ましたよね、でもさすがパウエルさん、私たち、FX をやってる人間がいることを意識してね、こういう揺さぶりをかけてるんじゃないかなって想像しますけども、だからね、材料にあんまり依存しちゃだめなんですよ。 こういったことが起きるんで。で、文句言えないでしょ。パウエルこの野郎ってところでね、別に1円たりとも損失が戻ってくるわけではありませんからね。深追いせずに飛び乗って飛び降りる以上で終わった方がいいってことです。まあそういったこともありますんで、そういった事故がね。あの、やっぱりテクニカルで勝負していきましょう。こういったことを狙うんじゃなくてね。はい。それでちょっと記事見ましょうか。ドル円は下げしぶりましたと。つまり、下落が止まっちゃったよってことなんですよ。 FRB の大幅利下げを受けて、一時140円45までいったわけですよ、ね、まさにこれを飛び乗って飛び降りた人がいたということなんですけども、ただし、パウエル議長は、FMC の会見で、それが終わったあとでね、FRB が急いでいることを示唆する予測は何もないっていうふうにね。<laughs> お前金利の発表したじゃないかみたいな、その後で、まあ、でも言ったけどね、言ったけど、適切であれば、利下げを早めたり遅れせたり、一時停止したりするよってことで、結局0.5って発表したけども、それをするなんて言ってないし、まだしてないし、まあ、もしかしたらその考え改めるかもね、なんてこと言うもんだから、市場が反応して、要請がバーンとね、上に伸びたわけですよ。もう何を言ってるんだよと。でも、こういうもんなんですよ、結局、あの発表っていうのはね。 うん、で、0.5%の、えー、利下げは後手に回らないという決意のサイン、新たなペースと見なすべきではないと話すと、ドルを買い戻す動きが優勢に <laughs>、これですよ <laughs>、やめてくれって話ですけどね、でも、まあ、こういうふうなことが起きうるんで、材料とか用心発言っていうのはね、発言をした後で、例えば囲み取材とかで別のことを言い始めたりとかするんでね、そういったことにも市場は反応するでしょ。 だから、用心、用心ってことです。今回の、えー、ドル円の価格が反転してドル高になった、その理由は、こういったことです。まあ、こういうふうなね、ことがありますんで、飛び乗って飛び降りる。うん、それすらも私はね、あんまりお勧めしませんということです。それじゃあ。